断捨離のセオリー、大好きだけど、どうしても使わないものは、お別れを検討した方がいいかもしれないよ、という考え方を先日学びました。とても納得できることではありませんな。理屈的には対応動画の通りなのですが、とはいえ、そうそう簡単に、好きなものを捨てるなんてできないよ、というのが人情でしょう。最初からそう言ってますわな。いくら理にかなっていたとしても、捨てる勇気の後押し、もしくは、逆転の救済措置、が欲しいところだと思います。そうだ、それでいい。つきましては、お片付けの世界でとっても大切な心の動き、ザイオンス効果につきまして。学園ラブコメメカアクション、老舗ライトノベル、フルメタルパニックで学んでいきましょう。本日はソウスケと地獄に付き合っていただきます。そうはならんやろ。様子のおかしいインテリア店。では早速、まずは捨てる勇気から参りましょう。本意ですがとりあえずは聞きましょう。先生にも段取りがあるでしょうからね。先生ではなく軍曹と呼べ。そこは作品準拠じゃなくて大丈夫です。大好きだけど使えないもの、これを便宜的に、ウルズセブンと呼称しましょう。その便宜は別にいりませんが、とにかく捨ての強要は許しませんよ。怯えなくて大丈夫です。まずは最初に安心してください。大好きだけど使えないものはお別れの有力候補ですが、まだ捨てなくて構いません。ボアーは、一旦箱に入れて片付けて、押し入れの奥底に、半年ほど隠しておきましょう。なんでやねん、捨てるのは無理でも隠すことくらいはできるでしょう。なんせ使えないものなんですから、取り出しにくくて後で困ることもありません。学校に軍人がいても出番がないのと同じです。おとなしくしていてもらうのが得策ですよ。え、ということ？捨てるよりは100倍マシだけど、それってただの時間稼ぎじゃないの？大好きだけど使えないものを捨てにくい理由、そりゃもう、大好きだから、に決まってますよね。せやな、とはいえ人の心はつかみどころのないものです。正真正銘紛れもなく大好きなら仕方ないのですが、何らかの気の迷いで、好きになった気がしてるだけ、の場合があります。よく聞くよね、買う時に高かったから、好きだと思い込みたいだけ、みたいなやつでしょ？肯定です。でもそれ、自分で気づくのはかなり難しいです。特に人間は愛着に弱いですからね。悪いことではないんですが、断捨離の時にはこの感情が足を引っ張ります。お片付けを成功させるためには、愛着を捨てた殺戮マシーンにならなきゃいけないわけですな。人は特に付き合いが多いものに愛着を感じて好きになりがちです。接触回数が多いほど余分に好きだと感じてしまう現象、これをザイオンス効果と言います。ああ、ザイオンス効果ってその感覚のことなの？名前は物騒だけどすんごく普通のことですね。自分の好きという気持ちが本物なのか、それともよく合うから親しく感じているだけなのか、これを正しく確認するためには、一旦ザイオンス効果を全て取り払う必要があります。それってまさか、そう、箱詰めして押し入れに隠しておく、です。様子のおかしいインテリア店。いつも目の届くところにあって、捨てなきゃダメ？ひょっとして好きかも？なんてずっと考えてたら、なんだって好きになってしまいます。頭を冷やすためには、一旦視界に入らないように隠す必要があるんです。それに隠して時間を置いたらどうするの？爆破ですか？そこは作品準拠じゃなくて大丈夫です。3ヶ月後でも、半年後でも、うっかり存在を忘れてしばらく経った、くらいの頃に開封してみてください。ある程度のものは、あれ？私ってこんなものに執着してたの？みたいな感じで冷静に見れます。人間は愚か、その隙を逃さず捨てましょう。確かにまあ、こんなやつ別に好きじゃなかったな、と思えるなら捨てるのは楽ですね。する場合か得捨てろ。獲物を前にした舐めずりは三流のすることですよ。ザイオンス効果を無効化して本当の合理的な判断ができるのはこの時だけだぞ。わあ、わかったわかった、わかりましたから。ちょっとでも思い出に浸ったりしてるとすぐまた愛着が湧くぞ。断捨離は修羅の道やな。様子のおかしいインテリア店。それでは次のフェーズに参ります。ザイオンス効果を消した後、久しぶりに箱を開いてみた時に、ああ、やっぱり好き、会いたかったよーとなってしまったパターンです。箱詰めしても捨てられなかったパターンですね。それが愛でしょう。ザイオンス効果を無効化しても、それでもまだ好きなものは本物の可能性が高いです。この場合はいよいよ救済できないかテストしてみましょう。具体的には、めちゃくちゃ自分のすぐそばに置くのです。おお、さっきとも楽ですね。大好きだけど使えないものは、気持ち的にはすでに大好きなのだから、使用頻度さえ上げてしまえば理論上は一軍に昇格できるはず、という悪あがきですね。まあ言うても先日は、好きでも使わないならマジで使い道ないぜみたいな論調でしたが、それはそれでその通りなのですが、使えないものにも実は種類がありまして、本当に使い道がないから使わないものと、取り出しにくいからついつい敬遠しちゃうものがあるんです。ほうほうほう。外出する気がないインドアオタクが、アニメに影響されて登山靴とか買ってもマジで使い道ないですが、例えばブランドスニーカーを大事にしすぎて箱にしまって保管してるから出すのがめんどくさくて履かなくなってるってパターンもあるでしょ。ははー、そんなスニーカー買いませんが、言いたいことはわかります。大切にしすぎて逆に使わなくなっちゃう、フィグアでもタペストリーでもよくある話ですね。そういうものこそ、一番手に取りやすいところに出してあげるんです。お洋服なら、ハンガーラックの一番手前、靴なら、なんなら玄関に出しっぱなしでもいいです。おお、大胆ですな。とにかく、悩んだら最初に使うものの席を与えて、強引に稼働率を上げてやるのです。なるほどねー。使わないのは物自体が悪かったんじゃなくて、配置が悪かったんじゃないか疑うわけですね。すぐ手に取れるなら使う、というのであれば十分に救済可能です。すぐ手に取れる場所をおしゃれに整えるなり、使い続けられる範囲で棚に戻すなり、改めて、定位置を再設定してやるのです。あとは便利に使い続けるだけ、そのまま一軍に昇格してやりましょう。無理に捨てなくてよし。もったいないもったいないと思いすぎて、結局使わないのが一番もったいないんですねー。ただし楽に言えば、ザイオンス効果を振り切って、なお大好きで、特等席に移動させて、なお使えない奴は、もしもいたらマジの役立たずの人たらしだぞ。捨てにくいことは変わりませんが、どんだけやべえ奴なのかを十分理解して、心の余裕がある時になんとか戦ってみていただけると幸いです。最悪の場合、一生養う覚悟が必要かもしれませんね。それはそれで愛よね。履かないスニーカーを例に出しましたが、必ずしも、スニーカーは履かなければ価値がないわけではありません。押し入れに保管されてるだけ、そこに置いてあるだけでも、日々の生活に潤いを与えてくれるものは、
使わないものではありません。好きと言いつつ潤いを与えてくれないもの、お選別するのは大変ですが、どうか無理のない範囲で少しずつ慣れていっていただけますと幸いです。様子のおかしいインテリア店というわけで、断捨離ってとっても大変だけど、頑張って一軍だけの生活を目指そうね、というお話でした。ああ、趣旨は結構緩い感じだった。記号的観測は危険ですよ。今回は心理的にすごく難しいことのお話をしています。ズボラじゃなくたって、好きだけど使わないものを冷静に判断していくのは、心が折れるものです。でしょうね。いくら断捨離が得意な人だって、好きなものを捨てるのは抵抗あるよね。今回の動画を一回見たくらいで、いきなり全て捨てられました。なんて心変わりできるとは、最初から思ってません。ですが、いつか断捨離のモチベーションが高まった時に、このお話を思い出すことで、少しでも勇気を出す助けになれたなら、少しでも手放す辛さをマシにすることができたなら、そんなに嬉しいことはございません。何事も平和的な解決が一番です。というわけで本日はこんなところで、あまり深刻に思い詰めず自分のペースで断捨離を進めていただけましたら幸いです。本作戦はこれにて終了。大老確保し、足跡を消せ、爆薬と食料はここで廃棄です。あー、今いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。